今回の世直し奉行第22章はお好み焼き行こいよー。あ、カメラ、メニューは豊富じゃ。拙者が選んだのはランチサービスのお好み焼き豚玉じゃ。サービスの中で迷わずノンアルコールを頼んだのじゃ。安心してください、ノンアルですよ。日本一ノンアル美味しそうに飲む男、憩いは自分で作らせてくれます。ここで忘れてました。拙者は豚肉を個別に先に焼きます。これがポテト流じゃ。あとは混ぜる混ぜるかき混ぜる強めに。これなら肉が半身には絶対ならないね。拙者が二十歳でテレビジョッキに出ていた頃、新世界のバンビという店でバイトをしていたのじゃ。天王寺動物園正面入り口から新世界の通りで、今はゲームセンター、1階が喫茶店で2階がお好み焼き、2年は働いていたのじゃ。プロの腕前をご覧あれ。そんなに大したことではないか。上から強く押さえないのがわし流じゃ。2回目の見せ場、ドヤが恐るほどのことじゃないの。ちなみに今日着ている T シャツは例の大阪万有期で友人の店で買ったもの。サイズがちょうどええわ。初おろしじゃ。どうこの職人の手つきは。拙者は青のりをかけるが、鰹節は基本かけない。ああ、指でつまんでもうた。鰹節をかけないのは理由があります。鰹節はそれだけで味や香りが強いのです。お好み焼き自体の生地やソースの味が負けてしまうのじゃ。拙者の考えでは、まあ人それぞれの味で。お好みやから、いただきます。関西人が考案したのか、よくできたことやの。箸で食べる人がいますが、私は認めません。それでは食べた気にはならないのであります。
丸がサービスって奇跡や。拙者の焼き方はできた頃が一番よく焼けてる状態なので、鉄板の火は切らなくては。出ない。このタイミングでは焦げるからさらに避難させます。そして鉄板の方から食べます。最後に避難してたのを食べるんじゃ。ごちそうさまでした。これで770円。要は満足じゃ。